今これは都知事選の前にわざとっていうか、録音ちょっとしたんですね。都知事選が終わってから自分の意見が変わるようであれば、やっぱりそれはあまり大した考えじゃないと思いまして、都知事選の選挙戦が終わった土曜日の夜、これ録音してるんですけども、やっぱりなぜ政治家がダメになるのか。都知事選で、鳥越さんはどうなるか分かりませんけどね、今のところまだ選挙の前ですから。やはり、不倫騒動みたいなものが、女性関係が問題になりましたね。その時に鳥越さんがもう少しはっきりと詳しく事情を述べて、すまなかったなら済まなかったとかですね、なければそういう事実はこういうふうにしてないと、いうようなことをはっきりと言えばよかったですね。鳥越さんは宇野宗佑の時でしたかね、そういう総理大臣の、これは不倫スキャンダルっていうか、芸者さんですから、どちらかって言ったら、そういうのが職業っつったらちょっとあれなんですが、それを暴いてですね、文句があるなら言論で来いと言った人なので、やっぱり自分の言ったことをきちっとやんなきゃいけないと思いましたね。鳥越さんはそれ以外にも、私も1回か2回一緒に出たことあるんですが、やっぱりちょっと口先男っていう感じはしましたね。だけど小池さんとか増田さんにしてもですね、どっちかっていうとコンビニ候補者っていう感じがするんですね。コンビニ候補者っていうのは、消費者が欲しいものは何でも置くと、おにぎりがあればおにぎり、それからラーメンならラーメンとかですね、ひげ剃りならひげ剃りとか、要するに今度の都知事選はですね、政策がないんですよね。例えば全員がですね、待機児童がとか言ってるわけですよ。これは昔、福祉は大切だって言ったのと一緒にですね、みんなが望んでることをただ言うっていうだけなんですね。もちろん福祉があった方がいいし、待機児童がない方がいいんですけど、それは現実に、小池さんもですね、増田さんはちょっと違うかもしれないけど、みんな政治家でありながら、今まで待機児童問題ってのはほっぱらってたのに、それを都知事選になるから持ち出すっていうのはちょっとね、いかがなもんかと思いますね。やっぱり東京都でしたら、今大きな岐路に立ってると思うんですよ。緑あふれる首都にするのか、つまり地方分散型にして緑あふれる都市にするのか、増田さんが言うんだったらそれを言うべきだったでしょうね。それから小池さんはもしかしたら何を考えておられるのか分かんないんですけども、高効率な都市を東京を作って地価を上げて、それで東京だけがもうダントツに光るように、世界で光るような都市首都にするっていう考えもあるんですね。その場合、例えば老朽化した首都高速道路とか、巨大化する下水工事なんかをどうするか、どうやって財源を確保したのかやっていくかっていう、そういう政策をですね、やっぱり示していくと。それからもちろん災害もそうですが、災害についての候補者の発言を見てもですね、災害に強い街にするっていう、それは誰でもそう思うんですよね。それをもう少し具体的に、少し具体的に踏み込んではいましたけど、全然具体的じゃありませんでしたね。これやっぱり国民側が政策を聞かないっていうことでしょうね。例えば、自民党が2つに分かれてるとか、無党派層の5割はまだ決めてないとかっていうのはマスコミの方の表現の悪さなんですけども、それでもやっぱりそういうことがあってですね、何を政策にして、その政策の違いが自民党を2つに割ってるのかというようなことすら出てこないんですね。それからやっぱりもう一つは2世を選ぶってことをやめるってことですね。これは国会議員の場合に非常に多いわけで、やっぱりもう2世は当選しないというふうにしないとですね、殿様じゃないんですからね。やっぱりダメだと思うんです。政策本位のことにならないと思いますね。それから小選挙区ですから、投票する候補者があまりに少ないので、国民がもともと投票できないっていうことがありますね。それはもちろん改正していかなきゃいけません。これも国民が改正できるわけですね。それからコンビニ候補者だけしかいない。つまり口当たりのいい、つまりみんなが賛成することしか言わない。これは私が最近ちょっと非難を強めている、批判を強めている共産党でもそうですね。共産党っていう考え方はいいんですよ。つまり働いた人はみんな働いたのに相当してお金をもらおう。資本家だけがお金を吸い取るのはいけないって言ってるからいいんですけどね。だけどなんか嘘くさいんですよ。つまり今まで共産国家ってのは全部キム・ジョンイルみたいなもスターリンが出てきて、選挙をやらないでみんなを殺してってのやってきたわけですけども、それと日本の共産党が違うんだっていうならですね、違う具体的な方法を示してくれなきゃいけないんですね。今もやっぱり秘密主義なんですよ。共産党の書記長が一番トップがどうやって決まってるのかさっぱりわかんないし、不破さんっていうのがなんか生涯、
一番偉いみたいな感じでしょ。一体どうなってんのかと。みんな共産党の人はですね、もうほとんど死ぬまで一番トップにいるんですよね。世襲制みたいな感じっていうか、まあそんな感じなんですね。それからマスコミはもちろん、マスコミが煽るっていうかですね、私マスコミ出てるから、その点でですね、マスコミの肩を持つわけじゃなくて、マスコミはですね、やっぱり社会の鏡なんですよ。みんなが興味あることを言うわけですね。私なんかもできるだけテレビで正確に私の職業上のこと、科学技術とか、それからまあ私の経済、歴史、まあ倫理、まあそういったものをきちっと言おうとするんですが、マスコミの番組になっちゃうとディレクターがですね、それじゃあみんなが見ないって言うんですよ。みんなはお笑いの人を出さないと見ないって言うんですね。まあ、それはそうなんでしょうね。だからそうするとやっぱりお笑いの人が言うっていう話はできないので、結局まあだんだんチャンスがなくなっていくってことになるんで、選挙でもそうですね。選挙でもマスコミが煽るというか、マスコミのやってることしか視聴者が見ようとしないっていう、やっぱり国民側にあるんでしょうね。それからやっぱりもう一つ大きいのは、政治というのは2つありますよ。今日の政治を良くする、例えばこの託児所みたいなやつを増やすということとですね、それから日本の30年後っていうのを作っていく、2つ政治がありますね。やっぱり私なんかは男性だからかもしれませんが、第一に必要なのは子どもたちが大人になった時の日本をしっかり作っておくと、これが第一だと思うんですね。そのために私たちのおじいさんは戦場で死に、私たちのお父さんは高度成長の時に死ぬように働いたと。やっぱりこれは子どもの時代の日本を良くしようと思ったからですね。ところが今は日本人はですね、イクメンなんかしてましてね、イクメンっていうのは悪くないんですよ。イクメンっていうのは今の子どもたちのことの育児しか考えないわけですね。本当の育児ってのは2つあるわけですね。子どもを産んで18まで育てるという育児と、今言われてるいわゆる育児ですね。それからもう一つは、子どもが18以降の社会、土地を確保しとくとか、職を確保するとか、年金を作るとかいうことですよね。年金だって、今の年金は1961年に我々の父親の代が作ったもので、それまで家の制度があったので子供が見てくれたけども、子供が見なくなって新しい年金制度を作ったわけですよ。今欠陥があると言っても、まあ一応年金制度は作ったんです。我々は子供たちに今何つってるかって言ったら、我々年寄りは年金が受け取れるけど、お前らはダメだなんつってるわけですね。ですから、もともと日本の未来に大人が興味がないんですね。今だけ良ければいいやと。今年金もらってる人たちが立ち上がらなきゃいけないんですよ。我々が年金をもらうのは親父が作ったからだ。その代わり俺たちが年金もらってるんだから、その恩返しに子供たちの年金は我々で作るんだ、高齢化社会での年金はこうあるべきだと、まあ、いうふうに言わなきゃいけないのに、年金が少ない少ないって文句ばっかり言ってるわけですね。だからこれは日本の未来に興味がない。やっぱり日本の未来に興味が国民がなければ、まあ、政策も聞かないし、まあ、2世を選ぶし、まあ、小選挙区でもいいやと。それから耳障りのいいコンビニ制候補者だけで満足するっていうふうになったんでしょうね。まあ、古くから言われる通り、政治家の質はその国民の質だというふうに言われるんですが、やっぱりこれでは憲法改正とかそういう大きなことはできないでしょうね。あるいは中国よりも相当劣るという感じがしますね。我々は中国とか韓国を非常に非難してますが、中国の方がまだ長期的政策があるような気がするんですね。まあ、選挙はありませんからそうなるのかもしれませんが、しかし選挙がない方がいいということになるんでね、やっぱりそれも我々民主主義をやってきたものとしては少しまずいかなと思ったりしますね。まあ、東京都の選挙今度あって、まあ、みんななんか心の中にわだかまりがありながら明日の投票に行くんじゃないかと思います。まあ、今選挙の前でこれを録音して、選挙の結果を聞きながらもう一回考え直そうと思っています。